ジャンイコール・ジャック・レジド・カンバ・セレス。ジャンイコール・ジャック・レジド・カンバ・セレス。ジーン・ジョック・リージス・デ・キャンベシアーズ。1753年10月18日から1824年3月8日は、フランスの法律家、政治家、ナポレオン・ボナパルトによって、パルマ港に上された、ナポレオン法典の起草者の一人として知られる。カンバ・レスは、モンペリエで、 フランスの報復貴族の家に生まれた。1774年に彼はモンペリエの法学部を卒業して、モンペリエの会計財政法院の参事官として父の後を継いだ。彼は1789年のフランス革命の支持者であり、同年にベルサイユに招集された参部会において、モンペリエの貴族階級を代表する臨時代理に政府が 貴族階級の代表を2倍にした場合に備えて選、されたが、代表が増やされなかったため議席につくことはなかった。1792年、彼は、同年9月に参集してフランス第一共和制を宣言した国民公会に、エロー県の代表として出席した。革命期には、カンバセレスは恩圏派であった。ルイ16世の審理の間には、彼は、 国民議会には法廷を開く権限はない旨を主張し、王には防御のための叱るべき手段が与えられるべき、旨を要求した。審理が開かれると彼は、類が有罪である旨を宣言する、多数派に組みする投票をしたが、処罰を立法府が追認することができるまで延期すべき、旨をも推奨した。百九十三年、カンバセレスは国防委員会の委員となったが、 その有名な光景である公安委員会の委員には恐怖政治の後のテルミドール反動が収束した1794年末まで就任しなかった。その間に彼は革命期の立法に多大な貢献をした。1795年中は彼は外交官としても起用されスペインとの和平交渉の任に当たった。カンバセレスは保守派とみなされていたために 1795年のクーデターで権力を握った5人の総裁にはなれず、総裁政府に反対であることを自覚したため、政界を引退した。しかし1799年に革命がより恩恵な段階に入り、彼は司法大臣になった。彼はブルメール18日のクーデター、1799年11月を支持した。このクーデターにより安定した。 立憲共和国を建設すべく新たな体制が樹立され、ナポレオン・ボナパルトが第一統領として権力を握った。1799年12月、カンバ・セレスはボナパルトの下で第二統領に任命された。彼が任命されたのは、その広範な法律知識と恩健な共和主義者としての評判によるものであった。この時期の彼の最も重要な業績は、後に、 ナポレオン法典と呼ばれるフランス初の近代的法典となった新たな民法典を起草したことであった。この法典はボナッパルトが皇帝ナポレオンとして1804年に交付した。これはカンバセレスト4人の法律家からなる起草委員の業績であった。この法典はローマ法の改定版であり、今なおフランス北部で通用しているフランク族の法。 パリ監修法に由来する修正を加えたものであった。この法典はナポレオンの征服によりイタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ西部及びスペインに伝えられ、ラテンアメリカのスペイン植民地にも間接的に伝えられた。カンバセレスの業績はそのため欧米の法制史に巨大な影響を与えた。この法典の改定版が今なお ケベック州州やルイジアナ州で施行されている。この法典は民法を取り扱った。刑法典、刑事訴訟法典、民事訴訟法典が、その後に続いた。フランスにおいて、同性愛が犯罪ではなくなったのは、カンバセレスの業績であると広く信じられている。彼自身が、同性愛者であったことで、この交換にルフした、しかし完全に誤った認識が信用できそうに、 見えるのであろう。彼の性的思考はよく知られていたし、彼がそれを隠す努力をしたとは思われない。彼は、独身で通し、他の独身男性といつも一緒にいた。ナポレオンがこのことに関する数々の冗談を作り出したことが記録されている。しかし実際は、同性愛に対する法的訴追がなされなくなったことと、カンバセレスとは何の関係もなかった。彼は、 ナポレオン法典を起草する上で中心的役割を果たしたが、この法典は民法典であった。彼は性犯罪についても規定する1810年の刑法典には何の関係もなかった。フランス革命以前には国王の法律の下で男色は死刑にあたる罪とされていた。刑罰は火破りの刑であった。しかし男色の罪で実際に訴追され、 処刑された者はごくわずかであった18世紀を通じて5人を超えない。警察に逮捕された男職者は警告を受けるか、牢獄にせいぜい数週間か数ヶ月入れられた後に釈放されることの方がむしろ普通であった。憲法制定国民議会は1791年にフランスの刑法を改正した際、男職を処罰する法律を廃止した。 もっとも公開の場で議論がなされなかったため、その動機は分かっていない。これと似た状況が、ロシア革命の初期にも起こった。1810年の刑法典の起草者には、男性の同性愛を処罰する法律を改めて導入するという選択肢もあった、ソビエト連邦では実際に導入されたのだが、彼らがそれを検討したという証拠さえない。ミシェル・シバリス。 マイケル・サバリスの最近の研究が明らかにした通り、これはカンバセレスの影響力とは何の関係もなかった。しかし、ナポレオンの管理は社会的良識に対する罪のような他の法律を用いて同性愛について公の場で表現することを抑圧することができ、実際にそうした。シバリスは警察の監視や嫌がらせがあったとはいえ、革命期及びナポレオン時代は 比較的自由な時代であり、現代のヨーロッパにおいて、同性愛に対する法律上の取り扱いが寛容なことにつながるものであったと結論づけている。ナポレオンにより征服されたことで、ナポレオンの刑法典の原則が、同性愛を犯罪ではなくしたことも含めて、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ラインラント、イタリア等のヨーロッパの他の多くの部分にも押し付けられることになった。 他の国は自由にフランスの例に習った。例えば、バイエルン王国は183年、スペインは1822年。カンバセレスは、ボナパルトが着々と権力を増し、ついには1804年5月18日にフランス第一帝政を宣言したことに賛成ではなかった。しかし、彼はナポレオンの下でも高官であり続けた。彼は、 権限動員議長であった。彼は帝国の第一人者にもなり、1808年にはパルマ港、フランス語、ドゥックでポムとされた。彼の公爵領はナポレオンが創設した2200ある貴族の称号の中で20しかない大公爵領の一つであり、1824年に取り消されたが世襲の栄誉も与えられたケウのものであった。さらに珍しいことに、 彼の降赦量はイタリア半島の中でナポレオン自身のイタリア王国を除いた部分に創設された。ナポレオンの下でも革命体制の下でと同様に彼は恩恵派であり、ロシア遠征のような冒険には反対した。ナポレオンが軍事に没頭するに従ってカンバセレスは事実上フランス国内の指者になり、その地位ゆえに フランスの経済状況が悪くなるに従って不人気となっていった。彼の上流好みが悪評を集めた。それでも戦争が末期に向かうと徴兵を実施したことはますます恨まれるようになったとは、いえ、彼は彼の政府を公正かつ恩恵に運営しているという信頼を寄せられていた。帝国が1814年に崩壊した時、カンバセレスは引退してケアしたが、 1815年にナポレオンが権力の座に復帰した短い間呼び戻された。王政復古の後、彼は革命活動の罪で危うく逮捕されそうになり、1816年にフランスから亡命した。しかし彼がルイ16世紀の処刑に反対していたという事実が侵略されて、1818 18年5月に彼のフランス市民としての権利が回復された。 彼はアカデミーフランセーズの会員であり、1824年に亡くなるまでパリで静かに暮らした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。